あれ、さあ、1戦目やはりカードはゼロサムとバックマン。さあ1回戦目から D さんがゼロサムとやってるので、さあゼロサムに対しての動きは少しは分かる、慣れているっていう感じはしますが、確実のガード、しっかりガード、ガードつない流れもしっかりガードして、さあこれは消火栓が当たってしまう。おっとこれは暴れ、さあコンボがつながっていく、一気に火力を 66% まで引き上げていく。さあ 91% と 26% 依然優勢なのはパックマン側。さあクーダーの NB が横行でかられ取られてしまう。ほら、ウエスマーメールが当たってしまって、ウエスマーできつい。さあウエスマー飛行機からのウエスマー、飛行機弱ウエスマーですね。さあこのマックマンのコンボが非常に強い、肉立ちのコンボも非常に強い。あとほら、え、大丈夫大丈夫。さあ雪差しも当たらず、あ、ちょっと D さん結構危ない部分見えるんですから、な、全然大丈夫でしたね。さあここは距離を取って、さあ出して、さあ一気に 101% だから、さあベルが鳴って、これはウィスマー。さあほぼ約2分で試合を終わらしました。一戦目だったのは D バックマン。さあ2戦目は戦場でキャラは同じ、さあ1戦目は流れを取っていた D バックマンのそのまま勝利したが、さあ空中前で火力を取って、さあ消火栓、さあこれ掴み通らず逆にジャグをもらってしまう。飛行機から、さあ飛行機を回収、さあ飛行機、飛行機を利用した消火栓、さあ火力をうまく稼いで、これ横スマヒット。さあ、先ほどから非常に火力の高い D バックマン。いったんで、後ろにから。さあ、ベルと一緒に召喚さん飛ばして。さあゼロサムの NB ニュートラル Z 攻撃ですね、空中のこれが非常にいやらしい。これは下火で切り込んでいく。さあしかしなかなか差し込みを許してくれない。
116%、87%。さあ、パズル的には、これはリンゴ危ない。しかし、まだ激戦7が、今のは非常に危ない。さあ、これは、クスタ、これはまだ。さあ、このみかん、このみかんが、デベクトル。さあ、これは、おっと、あーっと、消火栓、今の水で、押し返されてしまって、ウェビが外れてしまった。ダークで、さあダメージ取って。横ビー、ここは横ビーで取っていく。さあ空港。さあうまく、ここは時間を稼いで復帰したが、しかし下スマをもらった、下スマの時に、空中後ろを待ってしまって、さあジャックもらって、さあジャック振る舞いから、さあスマ、これはあっと、これは下 B が出ず横 B が出てしまった。これはもったいない。さあ 72%、 41%。 さあ非常に怖い状況。よくからよく2つも狙ってるか。あっと、これは、うまい、今の、消火栓の水を利用して、上に回っていく。勝ったのは、D パックマン。